ライアートゥルー、あなたは信じる、巷に転がるトロスです。塩かちゃん、どうもクッキーです。日本好きですか？どうもトエです。いやもう大好きよ、日本。はい、まあ日本好きって言うじゃないですか、うん、じゃあ日本の国旗っていつから使われてるかご存知ですか？これ正式に決まったの分かってないんじゃなかったっけ？いやこれ決まってるんですよ、1999年。あ、それまでふわふわしてたんやな、なんかな。そう、そう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 、世紀末に決まっとるわけなんですよね。意外と最近なんだよね、これが正式になってるのってね。そうなんですよ、うん、もうこの日の丸なわけなんですけど、オリンピックとかでよう見るし、甲子園球場とかの上にもあるわけじゃないですか、はい、なんでそこのスポーツの祭典だけやねん。それね、お金もたくさんあるよ。で、まあ、これどういうことかっていうと、日本はそもそも国の旗とか国の歌を定める法令に国旗国歌法っていうのがなかったんですよね。そうなんだよね。それができたのが1999年ということで、まあ、これが正式になりましたよっていうわけなんですけど、実はこの日本の国旗っていうのはですね、うん、日本の重要な真実が隠されてるんですよね。ちょっとシンプルすぎて隠されてると思われへんねんけど、これ。いやでもこのシンプルさ、お弁当にもね流用されたりとか、うん、あ、そういうことなの。そう、まあいろいろあると思うんですけど、この今の国旗が決まる前のデザイン案って皆さん見たことありますか？え、どれ？例えばこういうの。いや知らん。まあこれ源平合戦で平治が使っていたとされる赤い布地に金色の丸。そうなんや。そうとか、開国の際に徳川幕下貿易船に掲げたモノトーンのこのような旗、まあ、こういう感じのやつとか、うん、こんな海外にありそうな雰囲気じゃないですか。いや本当ありそう。でもしくはこちら、日本で一対となる旗、うん、もうちょっとかっこいい。かっこいい、これ日本一対って感じなんですけど、こういったようないろんなデザインが、まあ、存在したんですよ。あ、そうなんや。そう、特にこの日本で一対になるこの旗はですね、なんと天皇家に伝わる実月期というのを言うんですよね。へー、まあ、この一月って書くわけなんですけど、はい、これ日の丸と一緒に書かれているのがこれ月の丸って言われているものなんですよ。太陽じゃないんだ。そう、だから太陽と月両方の意味を持ってるっていうことなんですよね。あ、そういうことね。なるほど。そう、だから日本は日の丸、太陽のイメージは僕らあるじゃないですか。あるある。でも実はその裏、月の丸、うん、両方を象徴する国っていうのを言われてたんですよ、うん、なるほどね。これ知らなかったくないですか？今なんでにどもってしまったの？びっくりしましたね。びっくりじゃねえわね。知らない、うん、知らないと思うんですけど、はいはい、こういったように、うん、一月を象徴することから、実は日本人というのは、うん、世界最古の文明を持っていたんじゃないのかってことが言われているんですよね。最古の文明か。はい、そうだな。日本が世界の文明の始まりです。それはちょっとどうなんて思うけど、まあでも今日の話聞いたら、うん、驚き、これ日本最初やんっていうようになると思うんですよ。驚き、そんな反応するかな、はい、すると思います。じゃあ太陽と月が示すもの、はい、というわけなんですけど、世界の人々はですね、この生活の中で太陽と月も欠かせない存在じゃないですか、うん、そうだね。そう、例えばギリシャ神話ではアルテミスとアポロンって言われてますし、うん、中国神話ではギワとジョーガで、日本ではアマテラスとツクヨミというように、うんうん、もうどこの世界の神話見ても月の神、太陽の神というのはおるわけなんですよ。ワンピースでも2巻おるからな。そうで、じゃあね、日本はこの日の丸と月の丸、2つの旗を掲げている、これにはどういう意味があるのか、うん、それは日本を古代の人々は特別な存在として見ていたことの表れなんですよね。その裏付けするものがこちら。何これ？五色神の仮面って言うんですよ。何やそら。もうどういうことかと、向かって左から黒い人、白い人、木の人、赤い人、青い人というわけなんですけども、何かって言ったら肌の色や言われとるんですよ。まあ人種とかそういうのもあるんだろうけど、青い人とかってどういう人？どういうことかと言いますと、黒はインドとかアフリカとかで、白はまあ中央ヨーロッパで、黄色はアジア、赤はアメリカ、青は北欧や言われとるんですよ。あ、そうなんや。青というか、まあちょっと血色が薄い感じというか、びっくりしたな。アバターみたいな世界の人なんかな。まあ、またなんかレプテリアみたいな話するのかな。いやいや、今日はもうちょいレプテリアとかの話はせえへんねんけど安心してほしいんやけど、うん、でこの五色人の仮面っていうのは、遠い昔からその日本が世界とつながっていた、うん、いろんな人種の人とつながっていた証拠だってことが言われてるんですよね。確かに。でちなみにこの黒白黄色赤青といえば、思いつくものありませんか？何？信号とか。いや多くない？信号足らへんねんな。どういうこと？明らかに色数多いよね。あ、そうやね、まあ、違うんすよ、うん、こちらどっ、輪投げ選手権のね、国旗なんやけど。ほんまや、何が当たるんこの輪投げで。それは人形とか。え、人形当たるんや、うん、どんな人形当たるんこれ。金メダル色の。
まあ、というわけでオリンピックのロゴなわけなんですよ、まあ、いっぱい見ましたね、はい、で、まあ、この五色人の仮面他にもこういった伝承があるんですよ。この五色人は世界の人類の祖先やと。でその祖先たちが平立神宮に集まり心を一つにして祭りを行ったと。へえ。皆さん覚えてますか、この日本の起源の話、前文字の起源話したじゃないですか。はいはい、面白かった。その時にも出てきたんですよ、これ平立神宮。この平立神宮っていうのは熊本県にあるわけなんですけども、だからあれですよ、最古の神社なんですよ。そう、日本最古の神社言われとるんですよ。で実際このオリンピックの起源になったのがこの伝承なんじゃないのかって言われてるんですよね。すごくないそれ。でそれもそのはず、なんとこの平立神宮ご神木はですね1万5000歳ぐらいあるや言われてるんよ。樹齢1万5000。これどれぐらいすごいか、ギョペクリテペ覚えてます皆さん。そうそう、宗教施設な。そう、世界最古の宗教施設で言われてるギョペクリテペはですね1万1600年前にできたんじゃないかってことを言われてるんですよ、うん、つまり平立神宮はマジのマジのマジで世界最古なんじゃないかっていうことが、それを上回ってるもんな、はるかに。そう言われてるんですが、うん、つまりこの人類の祖先っていうのは全て日本平立神宮に集まっていたんじゃないのかと、うん、すごいことやん。だから熊本は火の国って言われてるんですよ。で、まあ、実際日本は世界の中でも特別な意味を持つ土地なんじゃないのかと、まあ、だからこそ世界の金持ちがこぞって日本に別荘を買ってるんじゃないのかっていう噂があるんですよね。実際他にも日本が特別であったっていうのはこちらの旗からも読み取ることができるんですよ。何でしょうこの旗、まあ、何かという話なんですけど、はい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 、これは日の丸と月の丸を模した2つの旗や言われとるんですよ。へー、日の丸言うたら、まあ、日本のイメージ分かりますと。じゃあ月の丸って何を表してると思いますか。よかれな、世界の国々を表してるっていう。日本以外ってこと。そう。へえ。つまりもう日本沈没と日本以外全部沈没、B 級映画並みの世界観が昔の世界では行われていたんですよ、はい、だからローランド様と一緒、俺かそれ以外かみたいな。おうおう、日本かそれ以外か、世の中の男性は俺か俺以外かみたいな。あ、そう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 、そういう感じだから日本とその他の国っていう区別の仕方だったんじゃないのかって言われてるんですよね、うん、なるほど。さらにですね、これ書かれてるの、うん、なんと歴史書なんですよ。怖っ、すごっ、これほんまなの。これね、竹内文書。なんか文書って言ったらもう司会しか出てけへんけど、これ有名なんですか。それはエヴァに読されてますね、はい、というわけで歴史を言うたら日本書紀とか古事記とかが有名なわけじゃないですか、ね、でこの2つっていうのは実際天皇の祖先とか日本の成り立ちとかそういったものに書かれている最も古く正しい日本の歴史書だよって言われてるんやけど、実は古代日本の様子を書いた歴史書っていうのは他にも存在していました。それが竹内文書。あ、そうなんや、はい、知らなかった。これ公式の歴史書としてはちょっと認められていないっていう部分があるんですけど、 それは内容がヤバすぎるがゆえに認められないんじゃないかっていう噂があるんですよ。へー。じゃあどういった内容か気になりますよね。気になる。これはですね、はるか昔日本の天皇の祖先が地球に降り立ってからの世界最古の歴史を記した本当の真実書やん。はい、謎の古文書や言われとるんですよ。すげえ。内容はですね、宇宙創生から始まります。え、すごいすごいねそれ。はい、もうポケモンと一緒、アルセウスから始まるんです。うんうんうん、宇宙創生から始まって神々の壮大な物語がも記されてる。そんな壮大すぎるがゆえに学会から抹殺されてしまった書なんですよね。なんで？いや、もうこんなものがあっては歴史とかも関係なくなってしまうと、もう日本が良すぎることになってしまうと、はいはい、こんな日本の立場を良くするわけにはいかないというような勢力が働いたんじゃないのかっていう噂があって、で実際この竹内文書には神代文字が使われてるんですよね。ほいほい、これ世界最古の文字って言われてるんですけど、つまり古事記とか日本書紀とかよりも明らかに昔に書かれたこの昔の歴史書やということはもう分かっとるわけなんですよ、うんうん、じゃあこの竹内文書何が書かれているか、それは詳しく言うと天皇の祖先はもう世界を巡ったんだと、うん、で世界をまとめる役割をしていたんだと、うん、なるほどと、うん、その時に自分たちは日の丸、過去には月の丸の旗を使わしたんだよっていう。だからもうびっくりよ。びっくりやな。でもそんなあり得るんって皆さん思うじゃないですか、うん、だって日本って言ったらさ極東にある国やでみたいな、で極東の国があんな大きな大陸を支配できるんかいなみたいなどこから見るかで極東かどうか変わるんだ。ああ、まあね。でもね、その証拠があるんよ。それがこちら。お、え、これ誰の。あ、これ僕の。え、パスポートで発行してもらえるの自分。ギリギリ。これ俺唯一の身分証って言われてる俺だってペイペイさ、ちょ、ほんま俺怒ってないけどさ、ペイペイパスポート認証やめよったんよ。免許証かマイナンバーカード持ってへんとペイペイ使われへんようになって。あ、そうなの。俺のチャージしたら2万円使われへんようになってある日突然ちょ、ほんまにおい、消えとるか福岡ペイペイ。はぁ、
まあ、というわけなんやけど、これパスポートが重要なんじゃなくて、はいはい、この菊の花が重要なんですよ。まあ、菊だよね。この菊、これはですね、もう日本を代表するのマークなわけじゃないですか。うん、実際、天皇旗を象徴する紋章としても使われてるわけなんですよ。実際、弁護士のマークとか、警察とかでも使われてますよね。はい、そうよね。日本の至るところで見られるんですけど、実はこれ見られるのは日本だけじゃないんですよね。え？菊の門の謎。こちらご覧ください。これ、紀元前。どこ?2300年前の、うん、シュメール文明。え？シュメールの石碑ですよ。あ、そうなんや。かの有名な。へぇ。で、こちら、ユダヤ人の王の棺にも。これ何これ、すごいね。もう菊。もうヘロデ王って言われるんですけど。うんうん、で、こちら、ツタンカーメン王。うん、エジプトのピラミッドの中でも、すいません、これ菊の門、見つかってるんですね。うん、どうですか？まあでも、似たマークなんじゃなくて、たまたま。いやいや、そんなわけないでしょ。え？菊が全世界に。え、その花びらの数とかも一致してんの？それちょっと技術によってあるとかもあるけど。え？技術もあるから。それぞれね、地域の特性とか。うん、何笑ってるんですか？でそこの花びらの数まで一致してるんですけど、すごいなと思って。どう見てもさ、これとさ、これ一致してへんやろ。いや、だからほんまに一緒かどうか前つばだなと思って。いやいや、丸を描いてくださいって言って、うん、みんな丸うまく描かれへんやん。それ漫画家の人は綺麗な丸描けるよ。何の話してんこれ。でも技術者によるんよ、そこにおる。まあ、というわけで、この本当にこの竹内文書っていうのがですね、語っていたように、天皇が世界を巡った跡地として、まあ、この菊の門があるんじゃないのかと。なるほどね。ってことは言われとるわけなんですよ。うん、はいはい、で、そのして天皇家のこの菊花門には世界を治めていた日本の名残がなんと見つかります。それがこちらの旗を見てほしいんですよ。旭日旗ね。旭日旗、これ大漁とかのイメージあると思うんですけど、実はこれ太陽の光の数で皆さん数えたことありますかね？ないないない。これ適当でいいとこ思ってた。ダメなんですよ。ダメなの？16って決まってるんですよ。そうなんや。花びらの数は適当だね。これ16は決まってない。はい、ちょっと待って、その花びらの数の話するんやけど、今からこれ天皇家の紋章、うん、正式なやつは16妖艶菊花門って言われるわけなんですけども、16妖艶菊花門、はい、まあ、要は花びらが16枚やっていうことなんですよ。なるほど。じゃあさっきの他のなんかツタンカーメンとかいろんなやつも16枚あったら正解なんだ。うんうん、まあいや、そう、まあそれはなんかほら位によって枚数変えないとあかんってルールとかも多分あると思うし。さっきの技術者によって違う。位によって違うって言われて。何だよそれ。で、これはですね、16妖艶菊花門っていうのは、うん、菊の門ではないんですよ。え、菊じゃないの？これは太陽の門であることを意味してるんじゃないかと。あ、花じゃなくて太陽だったんだ。そう。なるほど。さらにこの八重という字はですね、もう一つ後ろに重なっているっていう意味なんですけど。あ、そうなの？これ太陽の裏って何があります？月？そう。つまりこの日の丸と月の丸、それを重ねたものがこの天皇家の紋章だよということが言われてるんですよ。あ、そうなんや。ということで、この世界で見られるこの太陽の門っていうのは太陽信仰の証だったんじゃないのか。なるほど。で、そして皆さん覚えてますか？聖徳太子が中国に送った手紙なんて書いとったか。うん、日いずる国俺らやで言うとったんじゃないですか。俺らやでとは知らんけど、我ら日本が日いずる国やと、うん、日が出てくる国やと敬え言うとったわけじゃないですか。うんうんうん、太陽信仰ジャパンというわけなんですよ。うん、どうですか？え、どうすかって。あ、そうなんや。あ、どうすか。まあ、じゃあ太陽信仰の起源って話なんですけど、うん、太陽信仰ってその何かと、うん、まあ、太陽信仰してるわけなんですが、うん、日本は紀元前1万1000年前からですね、うん、なんと縄文時代からもうすでに太陽信仰したっていう土器が出土しとったりするわけなんですよ。うん、はいはい、それがこの三内丸山遺跡、これ青森県にあるんですけど、うん、もうだいぶ田舎にあるんですけど、うん、20メートル超える大きな小屋の穴があるんですね。田舎は別にどうでもいいやろ。青森の中でも4時間ぐらいかかるんよ、うん、青森市から、うん、大変遠いところにあるんやけど、これね、何かって言ったら巨大な日時計なんじゃないのかって。そうなの？言われてるんよ。で、世界最古って言われるシュメール文明ですら、紀元前3年前、3000年前やと。やられ短くなったのってびっくりしたよ。短くなって、俺びっくりしちゃった今。で、この三内丸山遺跡ができたのは、紀元前4000年前やということで、うわ、最古の文明が、まあ明らかにあったんじゃないのかってことが言われとるわけなんですよね。で、実際、現在世界最古と言われてる土器も、この青森の大台山本遺跡で見つかった土器で、うん、1万6000年前のものや言われとるんよ。すっごい昔やな。だから明らかにこの日本の文明っていうのは他の文明よりも進んでいた、うん、一歩先にいたんだよと。で、この文明をこの極東の国日本から世界に発信していったっていう、まあ、わけなんですよね。どこから見たかで言って極東は変わると思うんですけど、さっきも言いましたけど、あ、これもこの地図とかやったら極東になるから。あ、なるほど。うんうんうん、どう、いや、でもめっちゃおしゃれ、日本の歴史。いや、おしゃれよ。だってそう思ったら、だって学校で習う歴史なんか全然ちゃうよ。それ仕方ないよ。なんで？そ
村も GHQ とかが黒塗りにしたから。黒塗りにした。そうそう、あんまこういう話するとなんか政治的思考が強いように見られるから言えないけど。なるほど。というわけで、この太陽を信仰する人々にとって、この太陽が昇る方向からやってきた日本人がいわゆる太陽神のような存在、太陽のお使い様みたいな感じに見えたんじゃないのかなと。で、竹内文字が言うところのこの日本が世界の中心だったっていうのは、日本がどの文明でも発達して他の文明の始まり起源を与えたということから、まあ、この日本は全ての始まりだったんだよみたいなことが書かれてるんじゃないのかなっていうまあお話だったわけなんですけども、どうですか。いや、面白かった、まあ、というわけでね、まあ、実はこの私たちが知ってる歴史というのは、まあ、一回その日本がいろいろあったんで、まあ、多くの真実が隠されてしまっているのかもしれません。あのゲームや漫画ではさ、そういうことってザラにあるじゃないですか、うん、もう隠された歴史みたいなのがあるって。だから現実世界でもないわけじゃないよね。今みたいにさ、いろんなところにクラウド上にネットの情報が載っているわけじゃないから、うんうん、昔ってそれはじいちゃんの話ですらあやふやなとこあるやんか、うん、あるある。でもそういうことって人聞きにまた聞きすると絶対なんか変わっていくから、それが何万年もあったらそれは変わっていくよねと。いや、そうなんですよ。真実なんかだって普通王族とかって、うん、やっぱその革命とかで倒されたりするから、その何代も何代も続くことってありえないんですよ。でも日本って天皇の血筋ってどんだけ前から続いてんねんっていう話じゃないですか、ね、だからもう本当にその世界から見てもやっぱり異例の国やっていうことが言われるんで、うん、こういった話ももしかしたら本当なのかもしれないねと。いや、真実が知りたいな。いや、そうです ね。どうですか、太陽神の血筋やったら。いや、ウエーイって思うけど。でも肩書き太陽神ですよ。太陽神小焼き、うん、どうも太陽神小焼きですっていうか、次からあっちのね、ワンピースで2巻もおるからややこしいね。そうそう、俺はほら、まあマークもほらちゃんと花びらがちゃんとありまして、あ、これじゃあもう16妖艶小駅、そう、高貴なるものだぞみたいな。はい、お願いします。ということで、はい、それでは See you bye。 あ、鳥肌スコア、鳥肌スコア期限で16,000、はい、鳥肌ポイント、日本びっくり、バイバイ、はい。実は地球温暖化が進みますと、地震の引き金がなくても沈んでしまうかもしれない。ほう、このまま温暖化が進んでしまうと、今世紀末2099年には確実に海面は1メートル上昇してんねんて。やばいな。太陽との距離も温暖化に影響するといった考えもあるんです。太陽との距離、もし地球の軌道が今よりもっと太陽に近づいてしまうと、本当に海面がもっと上昇するとも考えられていて、日本が沈没するのはあながち噂じゃないんじゃないの。